い、どうも、パチオです。皆さん見て違和感があってね、あの、常連さんは違和感を感じるかもしれないですけど、データが飛びました。データ飛んだんすよ。他のゲームは携帯壊れてね、携帯変えて、で、他のゲームはデータ復旧したんすよ。ドラクエもクラッシュロワイヤルも、ウマ娘もね、ちゃんと戻ったんだけど、大富豪だけはデータが飛びました。そして、今、スタミナゼロでしょ?ハート。で、ハートゼロっていうのも、さっきね、動画撮ったんすよ。で、動画撮ったらね、動画撮りましたーっていうことで、よしよしと思ってね、じゃあ終わりにしましょう。以上、パチオでした。バイバイってやった後に気づきました。動画撮れてませんでした。ということで、またやってるわけですね。まあ、今回、まあ、ハート使って、とりあえず、やっていきましょうかね。まあね、先週のね、まあ SKE さんもまあいろいろあったっすわ。まあ僕の話はね、そのイントロで置いといて。でね、竹内咲さんが卒業しましたよねっていう話をね、ちょっとしてたんですけど、まあ僕はね、基本的にK2 をね、見てた、よく見てる人なんで、昔ね、古川愛理さんが、推し弁だったから最初にっていうことでね、まあ昔から見てるっていう印象なんだけどね、竹内咲さんのことを。まあ真面目な子でしたよね、ほんと。なんかね、YouTube とかでさ、ダンス動画って最近公開してくれるじゃないですか。で、それでさ、おっと。おー。はい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 。まあそういうので僕はね、見てたりするんですけど、はいはいはい、これでもう上がられちゃうかな。よしよしよし、頼むぞ。これは手出せんな。チャンスを待とうか。八切りができるのが理想。八切りができないと逆に苦しいかな。おっと。革命返しに上がりは無理だから、はい。持ってたらアウト。うわ、持ってた。ああ、やられた。もう今どうしようもなかったね。ああ、そっか。
まあ一応手はあったのか。でよくね、僕ダンス動画とかをね、まあ未だに見てるんですよ。そういうことあるよねのダンスバージョンのやつとかね。はあ、ずっと練習してたのに。でやっぱ個性って出ますよね。自分のことをいかに見せるのかに集中してる人っていうのとさ、そのもう振り付けにめっちゃ忠実な人っていうのね。だからね、古畑さんとかね、もう見せ方がすごいみたいな感じの人もいれば、ね、竹内咲さんとか、まあ、ゆうかたんとかそうですよね。もう振りに忠実な、みたいな。よし、これでいこう。だからそういうね、遊びがあったりなかったりっていうのをね、2枚もやらなかんの、5689って7がない。12131、ほほほほ、なんかこれ戻してきそうだな。でもすごいボット感。はいはいはい。お、そっから出るんだ。はいはいはい。これは辛いな。成り上がれますこれ。さあ返してこい。返せんわな、知ってるけど。あー、持ってたんだ。はもう俺は8切り上がりしかないからね。おっと、なんかこれ順位通りになっちゃいそうだな。で8切りの、つらい。なりすまし使ってさっさとってやってたからな最近。でね、まあ話戻るけどさ、卒業してからゼストの社員になるわけじゃないですか。まあマネージャーなのかね、運営なのか、その運営的なとことメンバーの間に入るのかっていうのは分からんけど、今後も会えるかもしれないっていう
希望を持つもんなんすかね、オタさんは。っていうのがね、俺のささやかな疑問なのよ。まあね、どっかで会えたら嬉しいんだろうなとは俺も思うけどさ。おう、そこで迷う。うん。まあ、大富豪さんは迷いもなくって感じか。出せるけどここは出さない。はいはいはい。2位出すってことは革命してきそうだよな。してきてほしいけど。さあどうやって。どうやってしたあのカードを処分していこうか。うん。おい。おい。知ってるぜ。知ってるぜ、俺の方がカードが強いってこと。これで8ダブ切りなんてのがあられたら死ぬけどね。慎重には慎重、慎重に慎重にね、こうやってやっていくわけですよってね。あーまあちょっと今回は情けないとこだったけど、まあこうやってね、あのもう100回を迎えようかというね、この時期にデータが吹っ飛ぶっていうのはちょっとショックだけど、まあでもそんなの関係ないですからね。僕はのんびりマイペースにやっていこうと思います。まあおた話するためのアカウントだしね。これ可愛いんだよな、これしばらくこれでいっかっていう感じですね。じゃあこれで終わりにしましょう。以上、パチオでした。バイバイ。